はい、皆さんこんにちは。ワナリグルイジです。信長の野望創造戦後フリッシュで村上義清でのプレー続きをやっていきたいと思います。今回は第2話になりますね。一応第1話ご覧いただいた方にはですねお伝えしているんですが、今回のプレーポイントとしてはですね、外交はこちらからは一切しないという外交禁止縛りでプレーをやっていきたいと思います。もちろん相手からですね同盟したい、従属したい、それに関してはもうウェルカムな感じでね、やっていくんですが、こちらからは決して外交はしないということでプレーをやっています。でですね、前回最後に上杉憲政、まあこのチャンネルで前にプレーしたことのある上杉憲政はですねかなり衰退していた頃なんですけども、この時代の上杉憲政かなり勢いがあってですね、都井市場に対して再三進攻をかけられています。で今もですね都井市場に向けて敵が進軍をしていて、敵の第1陣は退けたんですが、この後第2陣第3陣と、引き続き敵が攻め寄せてきそうな、そんな気配があります。なので今回はまずこの防衛戦ですね、敵を退ける、上杉勢を退ける防衛戦からプレーの方をやっていきたいと思います。で少しですね都井市場の方兵力不足に悩まされているので、ちょっと都井市場の方は兵力を蓄えるような、そんな内政をやっていく必要があるかなというところですね。なんか今ちらっと剣豪がいるのが見えたな。行くぞ。かしこまりました。続き。まあしっかりとね城で敵を防衛しなきゃいけないんだけど、義清が止まってると。行く。続き。貴重な城の耐久を、門の耐久はそこで削られてしまいます、ね。さらに長野隊、これが約2000ですね。さらに雪高が1500ぐらいかな。これでだいたい総勢9000で攻めてくるってね、前回最後に言ってきた軍勢に関してはほぼほぼ出揃った感じにはなりそうですね。まあこの都井市場が一つポイントになりそうですね、防衛の。城門が破壊されました。迂闊だったな。もう大丈夫だろうと思ってあまり気にしてなかったんですが、ここで城門突破されてますね。まずは数は知れてるので次の城門で蹴散らしましょう。さらに敵のご詰めもないと思うので、ここでまた上杉勢の進攻をなんとかね食い止めることができましたね。だこの後国力差が開く一方になると思うので、一刻も早く城の耐久度を、特に門ですね、改善していく必要がありそうですね。あと武将というよりかは兵力数、ここを積極的に先月の収支です、改善を図っていきましょう。都井市場の方がただあれか、
今見る感じだと、寝室がかけられないので、ちょっと水田を潰してでもここは武家町を建てていきましょう。それほどに今事態が切迫してますからね。鉄不足か。鉄不足だったら鉄を買わなきゃいけないぐらいに早急に武家町を増やして定数を増やさないとまずい状況になってますからね。ここは鉄を買い求めていきましょう。で、絶対に忘れちゃいけないのが修復だけど、いやいやいや、砥石城は絶対修復しなきゃダメでしょ。なぜ？ちょっと一旦送ってみますか。修復しないとまずいと思うんだけど、今攻められたら城門が一つ焼け落ちてますからね。ご命令くだされ。先月の収支です。で、そうだな、あとは寝室ができるんだったら寝室しておきましょう。やっぱりお金がちょっとでも欲しい。越後上杉家は長尾家によって滅ぼされた。まあこれ長尾がでかくなってきますね、この後は。今は長尾の脅威というよりか上杉の脅威の方がはるかに大きいので、注視するんだったらやっぱり砥石城ですよね。ただしばらくちょっと進行することは考えられないので、ここは思い切って米を売っ払いましょう。で、その金で木材と鉄を買っていきましょう。で、城を回収していきましょうね。砥石城、ご命令くだされ。先月の収支です。まあここは武家町かお金かってとこですが、どうしようかな。ここは商人町を作っておきましょう。街道に面していますからね。表情を始めましょう。先月の収支です。どうしようかな。労力不足になっているっていう状況を考えると、一旦引き上げさせてもいいかなっていう気もしますけどね。桂尾城の方を、回収していった方がいいのか、それとも砥石城を大きくしていった方がいいのかっていうのはちょっと微妙なんですよね。砥石城の方が攻められる、今はね攻められてるんですけど、もし砥石城が落ちたと桂尾城で籠城しなきゃいけないってことを考えると、正直言って桂尾城って今ガラガラな感じなんですよね。砥石城の方が防御力が高い状態になってるんで、ここをどう考えるかですよね。砥石城はいずれ捨てることを前提に桂尾城を強化するのがいいのか、それともやっぱり砥石城を死守するために砥石城を強化するのがいいのか。桂尾城の方が今発展してるんで、兵数とかを考えるとね、絶対砥石城の方がいいんですよね。砥石城の城門を増形門に変えたいな。
って考えると、どうしようかな。鉄条網にするんだったら木材が800、鉄が600必要なんだな。で、鉄が今ないので鉄をちょっと買いましょう。御用を受けたまわります。鉄高いね本当に。これで必要な分が揃ったはずなので、ちょっと鉄条網を作っておきますか。砥石場に空門は反撃ダメージ増加、これは同じなんですよね。で、所属部隊の攻撃力が少し上昇で、違ってくるのが人口が少し増加するっていうところですよね。で、マスガダモンに関しては、攻撃力が大幅に増加して領民兵が若干増加しますと。で、鉄条門に関しては所属部隊の攻撃力上昇、ここはマスガダモンにしといた方が良かったのかな。金銭がねちょっと逆に不足しちゃいましたけど、ここはマスガタモンにしときましょう、無難に。というわけで、また米を売っていきましょう。御用を受けたまわります。長い間兵糧を食うような遠征に出ることは当分なさそうなので、米は惜しげもなく売っていきましょう。これが次の上杉勢の進行の前に完成してくれれば、だいぶ守りがしやすくなりますね。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。ここは労力が1なので、特に何もできないかな。敵が攻めてこないことを祈ることぐらいしかできないですね。何なんだこの高速で移動してる彼は。長尾の部隊か。長尾が沼田を攻めてるんだな。同盟国である沼田が滅びますね。なんかこう、明日は我が身とならないことを祈りたいな。ご命令くだされ、先月の収支です。砥石城でのマスガタモンが今完成したので、これで少し敵が攻めてきてももう少し楽に撃退できる見込みが立ちましたね。今イベント活性しているのは小早川高影の話ですね。元就の三男が小早川家に養子に出されるというところです。東夷市場もだいぶ兵力が増えてきましたね。2点まで、なんとか増やすことができましたね。では次は桂尾城の進出をかけておきましょう。この先のことを考えると、どう考えても木材不足、鉄不足に常に悩まされることが考えられるので、門は最優先で挙げて、門で敵を迎え撃つ。でその他に関しては回収しようにも鉄と木材不足で思うようにままならないことが想定されるので、こらえるしかないですね、しばらくは。なんか小諸城とかなんかサクッと取れそうな気もするんですけどね。ただじゃあ小諸城をこう取りに行った時に表情を始めましょう。
城をなくして上杉の大軍勢を相手に戦えるかというと、まず戦えないですからね。で、武田が深市城まで勢力を拡大してきてますね。で、今川も、まあ、やっぱり大きいなというところで、まあ、織田家ですね、尾張の織田家。上杉勢はというとどうなんだろう。忍城と平井城と国峰、さらには箕輪、貝の口、小諸。さすがですね。雲の口城ですね、ここは。この後はきっと北条も勢力を大きくしてくるだろうし、いやー村上家の置かれた状況ってかなり厳しいですね。この信濃もね、なんとか村上の家名が残るように頑張りたいんですが、ご命令ください。先月の収支です。鉄不足にやっぱりなってきているので、鉄を買いましょう。やっぱり城の防御力、防御機能は少しでも高めておきたい。ご用を受けたまわります。ところになりますからね。里石城の櫓が完成したので、櫓をさらに強化しておきましょうかね。で、ここは島津の話ですね。ちょっとスキップだけさせていただきます。実は信長の野望って、歴代シリーズプレイしてるんですが、島津九州の大名でプレイしたことないので、九州の大名もねちょっとやってみたいなという気もしてるんですけどね。でも櫓を鉄砲銃管にするか。ただ鉄砲隊がいるかというといないんだよね。そうすると出丸にする必要があるかというと出丸も必要ないしな。クルワ城郭施設、この辺りは全くもって手が届かない。じゃあ出丸はっていうとどうなのかな。出丸作っておいて、もし包囲された時に出撃できるというものの、包囲された時はもう落城確実の情勢になってるだろうから、あえてここで鉄を使う必要はないな。桂尾城の方の城門をちょっと上げといた方がいいかな。そしたら枡形門にするために鉄をさらに買い求めましょう。じゃあどんどんこうやってお金がなくなっていきますね。まずは兵糧を売って、で鉄を買いましょう。んでこれによって枡形門に変えていきます。まあその今砥石城ばかりが攻められてますけど、桂尾城もいつ攻められてもおかしくないですからね。同盟国がいるわけではないので、そう考えるとやれるときできっちり回収をしておきましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。武家がいつ攻めてくるかだよな。お、諏訪家が武田に滅ぼされたか。いや武田の脅威がいよいよ間近に迫ってきたな。武田と上杉がこう潰し合ってくれれば一番いいんですけどね。漁夫の利を得るという意味でも今の展開だと
両方から攻められるなんてことになるとね、目も当てられないですよね。敵が迫っております。さあ上杉で6400で戸井市場ですね。これはいつものパターンだな。桂尾城から吉木を出していきましょう。出陣するぞ。出陣するぞ。表情を始めましょう。先月の終始です。しまったしまった。舞台を出し忘れてる。出陣するぞ。進め。承知いたしました。行くぞ。敵の軍勢総勢4300人までなりましたね。もう1体来るはずですね。6000ちょっとで確か攻めてくるはずですからね。承知いたしました。かしこまりました。かかれ。承知いたしました。これで決めるぞ。教えてやろう我が戦を。これで決まりだな。決着つけようではないか。マス型マンの威力を知れ。そういう感じですよね。よし、サクッと敵を退けられるな。これは生き残るということだけを考えた場合はなんとかなりそうだけど、勢力を広げるとなると難しいな。お、これは学源氏が、なんてことだ。学源氏、貴様、浜学源氏裏切り者だな。ちくしょう学源氏め。ちょっと学源氏は考えもんだな。まさか裏切り者がいるとはな。なあ、しかも頼綱はこっちに行ったか。まあそれそうだよね。守ってない方に行くよね。マス型門が耐久が持ってくれればいいけど、やっぱり守りの部隊がいないとあっという間に減らされますね。ちょっと今後は敵の出方によっては少し吉木の部隊も二手に分けた方がいいかもしれないですね。今みたいに裏切り者が出てくる可能性がありますからね。ただでさえ貴重な兵隊の方が裏切り内通者がいるとは思わなかった。捕らえたり。ここは無駄なとはいえ退けることができましたね。表情を始めます。先月の終始です。捕獲した武将は申し訳ないけど死んでもらいましょう。少しでも敵の戦力を削いでおかないと。ご命令くだされ。先月の終始です。進出がまだできないので、ここは暴力を温存しておきましょうか。で、桂尾城と砥石城の間の街道を整備しておきましょう。ちょっとでも早く兵を輸送できる。いやー、貴重な兵糧を失うから早く戻ってほしいんだけどな。楽岩寺さんには長尾さんから同盟しましょう。向こうからも同盟をね、受け入れますからね。
はい、というところでもうすぐ30分というところになりますので、今回はここまでにしましょう。まあ、3回目の都市場の進行をね、上杉からの進行を退けたというところなんですが、不安要素としては楽願寺が内通していたというところですね。次回引き続き守りつつ、どっかのタイミングでなんとか逆にね、こちらから侵略できるような環境作りもしていきたいなと思っています。では今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。